た橋にある遠回りをした私に手を差し伸べる人がいたんだ。心を透かして覗いた空の青さ、どこかへ長耳を傾けても聞こえてくるのは耳障りがいい言葉だけじゃなくて、思い出走り時に悩み、一途の私の言葉もこの手の届く距離にはちゃんと聞こえている。それほど自分でいれることが幸せなんだか知ってる。今より先のことが何より大事。忘れたくないものがあり、覚えきれないことがある。神様はいつも気まぐれ、なんやかんやと欲しがる。生き急いでる人たちに声をかける私がいたんだ。携帯がぶつかる距離感近すぎたな。少しの勇気を出してみても返ってくるのは都合良すぎな言葉だけじゃなくて、感傷を左時に迷い、一途の私の想いも私の胸の中にはちゃんと届いて